1> 第1回大会と比べると驚異の300倍。日本女子オープンの賞金、気になるその変遷は日本女子オープン事前情報、25日、大根カントリークラブ西コース、茨城県、6845ヤードパー72。もしも原エリカが秘書だったら、写真、プロアマトワズ女子ゴルファーのナンバーワンを決める大会は、 もともと1968年に TBS 女子オープンとしてスタート。71年からは主催を日本ゴルフ協会 JGA に関し、大会名も現在のものに変更された。以降、日本のトッププロとトップアマチュアが出場し、日本女子プロゴルフ協会 JUGA が主催する国内メジャーソニー日本女子プロ選手権。 と並ぶビッグトトーナメントに成長したもちろん、日本一の名誉が選手の闘争心をかき立てるが、そこにかけられている賞金額もメジャーにふさわしい。第1回大会の賞金総額は50万円。優勝者は樋口久子でスタートしたが、年々増加。74年に初めて1000万円を突破すると、91年に5000万円。 96年に7000万円となった。世間が愛ちゃんフィーバーで枠く中、2005年にはその宮里愛が初めて大会を制覇。すると翌年の6年に賞金は倍増し、総額が1億4000万円、優勝賞金2800万円になった。さらに19年には1億5000万円、優勝賞金3000万円に。 スタート時から比べると、実に300倍に膨れ上がったことになる。そして今年もその額は据え置きだ。ちなみにメジャー大会で最も高額の賞金がかけられているのが、日本女子プロ選手権で総額2億円、優勝3600万円。なお5月のワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップは1億2000万円、優勝2400万円。 シーズン最終戦の10月ツアーチャンピオンシップリコーカップも1億2000万円だが、こちらは出場選手が40人のため、優勝者は3000万円を手にする。今年、日本一の称号とビッグマネーを手にするのは一体。